久高さんとの沖縄観光スポット巡りも今日で終わりか。なんだか寂しいな。お待たせしました。さあ、いよいよ観光地巡りもクライマックスです。久高さん、最後の場所ってどちらなんですか？それはついてのお楽しみ。それじゃあ早速出発。さあ、こちらが最後の観光スポット、糸数グスクです。ちなみにグスクは沖縄で城を意味するんですよ。え、それじゃあここはお城ってことですか？そう、正確にはお城が建っていた跡ですね。どこまでも続く石積みの城壁がなんだか不思議な光景。道は舗装されてないので注意して歩いてくださいね。ここはどんなお城だったんですか？はっきりとした資料は残っていないんですが、14世紀前半頃に糸数味によって築かれたとされている城の跡です。へー、ちなみにこの城壁は当時のままなんですか？そう、琉球石灰岩を使用した城壁は昔から変わらずずっとここにあるものですよ。どれだけの年月が。お店もないですし、観光地としてエンタメがたくさんあるような場所でもありません。でも当時の沖縄の姿がなんとなく見えるような気がします、このお城の跡から。それだけ感じてもらえればもう十分だと思います。どんな観光地も素晴らしい景色もいつかなくなってしまうかもしれない。でもその後もこうして歴史は残っていきます。そういったものを感じるのも観光の楽しみの一つなんですね。さあ、長いようで短かった沖縄県南城市観光地紹介もこれにて一旦お開きです。久高さん、私まだまだ行きたいところがいっぱいあります。もちろん沖縄には素敵な観光スポットがまだまだあります。でもそれを見つけるのは私ではありません。はい、私久高さんに沖縄の歴史やいろいろなことを聞かせていただきました。だからこれからは自分の足で素敵な場所を見つけてみます。うん、若いっていいな。可能性があふれてる。というわけで、これをご覧の皆さんもぜひ一度沖縄に来てくださいね。まだまだたくさんある沖縄の素敵な場所探してみてください。それではまたいつかお会いしましょう。バイバーイ。